君たちの飼い主は上層の者か、それとも聖域の守護者様か。そんなの知る必要はないよ。だってあなたはアンとネロのターゲットだもん。ん？君か。なぜここに？なるほど、聖域の手先か。そこの人、アンとネロのターゲットを助ける気？それじゃあ、あなたも排除リストに入れることになるよ。共に夢の…ターゲットはまだリストに残ってる。別の機会を探さないと。助けてくれて感謝する。あの二人、やはり聖域の執行者のようだ。高い暗殺技術を持っている。俺は近くの仲間に連絡し、あの巨大な魔物を迎撃しようと考えているんだ。知らないのか。雲の下に巨大な魔物が潜んでいて、そいつの背中には大量の魔物が寄生しているんだ。奴らは巨大な魔物の背中を踏み台にして、次々仮想に侵入している。今まで魔物を遠ざける方法は浮遊島が上昇することだけだと考えていた。全ての魔物を駆除することはできないからな。だが、あの巨大な魔物を倒すことができれば、仮想の住民はもちろん、上層の魔法使いの間にも激震が走るだろう。浮遊島を上昇させ、逃げ続ける必要もなくなる。大丈夫だ。皆で団結すれば、必ず倒すことができるだろう。俺は引き続き仲間を招集し、あの魔物の駆除の準備に取り掛かる。そして、君の力も必要だ。君がいてくれれば、きっとやつを倒せるだろう。頼む。どうか力を貸してくれ。よかった。俺はまず村人の避難を誘導する。ナイヤがやつを巡りの地に引き寄せる計画だ。友よ、その地で落ち合おう。必ず魔物を討伐するのだ。あれ、またお会いできるなんて嬉しいです。反乱同盟は巨大な魔物を倒すために討伐隊を招集したと聞きましたよ。私は戦えませんが、少しでも力になりたいんです。せめて傷薬をナイヤに渡したいのですが、どこにいるかわからなくて。ありがとうございます。この辺りは魔物が出るから行かないようにと言われていて。ですが、あなたに任せれば安心ですね。あなたの無事を
祈っていますね。設置した誘引剤が役に立ってくれた。今度こそ。そこにいるのは誰だ？出てこい！お前か。何か言おう。ありがとう。私は奴を巡りの地に誘導しないといけないんだ。成功させてみせる。じゃあ、あそこで待ってる。にゃあ、また会ったね。昔のカスピエルにはこんなに巨大な魔物はいなかったのに。まあ、あくまで僕の記憶だから間違ってる可能性は十分あるけど、あんなでっかいやつ一撃で倒せるものじゃないよ。かなり危険だ。気をつけてね。来てくれたか。ここでなら存分に戦える。頼んだぞ。小型の魔物は俺たちに任せておけ。
倒した。勝った！俺たちでも魔物に勝てるんだ！ああ、これで自信も収まるだろう。ああ、君に最大の敬意と感謝を送るよ。君がいなければ、俺たちは団結することもなかったし、この魔物を倒すこともできなかっただろう。今、皆は自信にあふれている。地表に戻り、新たな生活を始めることができるだろう。これから浮遊島を地表に下ろしてもらえるよう、守護者様と話してみる。上層の支配についての問題は残っているが、今は一旦置いておこう。地表に戻るぞ！おお！どうしてだ？あの魔物が地震の原因じゃなかったのか？まさか。答えはきっと上にある。まだ気を緩める時ではないようだな。では友よ、上層で会おう。